松山美味しいもの巡り、唐揚げ食堂五一松近タウンの紹介をしていきます。松山市駅松近タウン降りてすぐにある唐揚げ食堂五一、お腹いっぱいになっちゃいますよね。いつもハーフハーフ定食を頼みますが、今回は趣向を変えてみました。ハーフハーフ定食でもいいんですけれども、鶏皮を美味しく食べたいなと思って、今回は鬼辛セットをいただきました。鬼辛セットはおにぎりに自分の好きな塩唐揚げか醤油味の唐揚げかスタミナ唐揚げかを選ぶ形式の定食となっています。味噌汁、おにぎり、唐揚げ、そして漬物の食べることができます。そこに鶏皮を注文しました。鶏皮がパリッと揚がっていて、これをたくさん食べた、美味しいうちに食べたいなと思って鬼辛セットにしました。お手軽に食べれるのが嬉しいんですよね。この量なので鶏皮もパリッと食べれて本当にいいですよ。満腹で食べたい人は他の唐揚げ定食と一緒にしてみてもいいですね。唐揚げ食堂五一、テイクアウトもできますので、ぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。